まあ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 。まあまあまあ。あ、こんばんは。小倉さん。あんです。お疲れ様です。おいしそうに飲みますね。おいしい。お、めっちゃコメント来てる。一気に来たな。こんばんは。こんばんはぜ。やっぱり飲むんかって。当たり前じゃないですか。ね、日課です、日課。いや、今日めっちゃ酔う。出現したらすいません。なんかチャンネいルや、バンされたらすいません。勘弁してください、それは。なんか昨日、藤彦さんに聞いたんですけど、YouTube 乳首ダメだって言ってた。あ、そうっすね。エガちゃんも隠してるかそっか。出していく。ら。やめて。やめてくださみんなでバンしよう。ほら、二人一緒ならライブあるのではと思ってました。もうね、みんなツイートした時点でちょっとね、期待してるでしょ。みんな。サザエさんみたいって言われた。お魚くわえます。サムネの獅子花がかあわいすれ？ぎる。あれ？獅子花のサムネなんで嘘。すか、今日。いや、サムネ設定しないとね、なんかヘッダーのアイコンに勝手になっちゃうんですけど。いやいやいや、できてるはず。ちゃんと焼き鳥屋になってるはず。焼き鳥屋で撮った写真になってるはず。焼き鳥めっちゃ美味しかったな。美味しかったでしょう。カフェの隣っすからね。カフェで生き物をめでて焼き鳥を食べる。そうそうそのレバー楽しみにしてた。う。レバーなかったっすね、今日。レバーないよ。なんか何個か頼んだんですけど、レバーとアスパラグシとなんか頼んだの全部なかった。僕が頼んだの全部なかった。彼ま氏。た、また今度っすね。そうですね。また来週。何語？ロシア語？ロシア語っぽいっすね。なんて言ってるんなんだてろう書いね。てある？わからない。ビバさんのメガネはどこで買ったんで絶すか？対違うでしょ。カフェは順調ですかって。ぼちぼちです。なんか昨日ワニさんと飲んでたんですけど、寝てても接客になるってずるくない？って話あで、イベントでも夜一緒に飲みに行って、明け方おまで飲むと僕もフラフラだけど、眠そうな顔できないから、もう頑張ってなんかこの辺つねりながら、やっちゃいませとかやるんですけど、美輪さんはって寝るんですよ。寝てるビバさん尊いみたいな。睡眠が接客になるって無敵じゃんっていう。ありがとうございます。寝てても僕は大丈夫なんで。ねえ。
ブランディングすごいわ。いや、確かにめっちゃ髪伸びましたね。結構伸びましたね。すごい伸びた。みんな突っ込んでるけど。うん。縛る。こういう感じで。そうっすね。ちょっと、九州の酒海賊みたいにしようかな。LR さんみたいな。ね、ここ刈り上げてね。あ、似合いそう。本当か。じゃなんか、あの、路線は変わりそう。ああ。急に東京リベンジャーズ感です。ちょっと金髪にしようかな、じゃあ。ちょっとね、髪色まで変えてね。ドレッドとか見てみたい。ほら、ビアさんの金髪見てみたいって。僕ね、髪の色変えたことないっすね。もう1回も。変えましょうよ、じゃあ。変えます?うん、何色がいいかな。え、何色に合うんだろう。まあね、なんかお任せでって言ったらいいんですか。ああ、そしたらいい感じの茶色になりそうだけどね。今風の嘘みたいなドレッドとか一回やってみたし、ガジャラジャラちょっと1回ぐらいぶっ飛んでみてもいいかもしれないですね。いや、そうですよね。それはありだと思う、すごく。裏火は。黒がいいです。インナーカラーで黄色。ここだけ。ここだけ?インナーカラーは可愛いですよね。ああ、かわいい、うん。おしゃれですよね。うん、おしゃんや。ああ、黒髪勢。すごいな。白メッシュね。白メッシュエロいですね。ああ。バナナカラー多いな。ちょいちょい、ちょいちょいバナナカラーが見えるんだよ。金髪ってこと?イエロー?黄色。黄色い髪の人と見たことない。これ過去一枚かも、ポームで。美味しい。うん。白ぶどうとモヒート。ああ。ポームずっと美味しい。外れないですよ。ね、これ何?電球が。マスカットみたいな。おしゃんやな。おしゃんやな。そんな電球の元で暮らしたい。ひろあきさんと髪型をお揃いにしましょう。します?できんのかな?なんかね、ちょっと癖っ気なので、できんのかな?全く同じしちゃいます?できる。一緒に美容院行きましょう。同じにしてくださいって。それはそれで面白いですね。美容院の子、同じ髪型してる配信とか。兄弟。仲良し。じゃあ一緒にドレッドで。うん。そうっすね。一緒に違う髪型しましょう。
一緒に違う髪型って何？ドレッドに。ああ、違う。あれね。そうか。そうそうそう。そういう意味か。びっくりしました。色違いで。色違いで。僕は赤担当します。あ、青担当。じゃあ青っすね。いいじゃないですか。爬虫類屋さんっぽいじゃないですか。赤と青ね。緑とかね。グリーンパン。芸人さんみたいな。確かに。どっちがボケでどっちがツッコミですか？ボケか。うん、そうっすね。じゃあツッコミ頑張りますね。うん、ちょっとツッコミづらいボケをかましますね。難しい。でも結局なんかボケの方が頭使いますからね。ああ、そうなんですか。うん、頭いいのってボケの方ですから。おアフロ。単発とかしたことあるんですか？陸上時代単発。ああ、そうですね。高校時代は単発でしたよ。へえうん。ポンさん、オス。オス。オス。地元の友達みたいなのに出会いオス。オス、オス。アキさんも来ましたよ。お疲れ様です。アキさんのね、あの、GHI、モハベ・ファントム、なんか、めっちゃシルバーの出てて、綺麗だった。素敵でしたね。夜はヘビさんも寝るのでしょうか？基本的には夜行性なので、夜の方が起きることが多いですけど、まあでも、まぶたないから分かんないですね。寝てるかどうか。分かんないですよね。まあでも大体寝てるようなもんですね。ひろきさん、最近インスタサボっておりますね。バレた。ちょっとね、ひろきさん冷めやすいから。違う。急に沸騰しだして、急に冷めるイメージ。ああ、まあそういう熱しやすく冷めやすいところありますけど、でもなんかそのインスタもそうだけど、SNS のゴールが見えない、だ次のゴールが見えなくてっていうのはある。まあそれこそインスタはストーリーでお話ししてくれる人たちとのなんかもうコミュニケーションだけど、ツイッターとかなんか。ゴールが分からんってなってる。ゴールなんかないっすよ。ないっすか。ただひたすらにずっとやるだけです。ずっとね。ずっと。そういう愚直な人がね、やってくんだよな。ワイン多いですね。はい。いつも並々継ぐかな。そう。いや、ちょっと控えめにしたんです。控えめです、ね。普段ここですか。うん。何回も作るのめんどくさいからね。この固定コメロシア語なんですか？固定コメがロシア語。あ、俺固定しちゃった。おもろ。いつの間に？解除。美和さんの髪違和感。あ、おや、ディスられてますね。まあでもね、髪型変わりましたからね。だいぶ伸びてきたんで。うん。長い。ちょっとね、お試し伸ばししてるんで。うん。
でも絶対縛ると思ってる、僕。一回縛ると思ってる。多分縛る。うん。てかもう、普段縛ってるから。こうやって、こうピーンってなって。そっか。で、ヤシの木になってるから。でもこうやって縛って、いずれ横を買って、ああ。で、下北沢をうろうろすると思ってる。そうですね。吉祥寺か下北沢あたりをこうやって縛って、ダボダボの服とサンダルでうろうろして、なんかその辺の人たちと仲良くすると思っている。そうですね。下北か。あ、花火さんありがとうございます。唐突な高額スパチャやっが。た、アイスが食べれます、今日も。3000円のアイス食べてるんですか？ドバイで生きてるんですか？まあ、毎日アイス食ってるから。ああ、確かに。毎日アイス食ってるね。1個じゃないですもんね。そうですね。1回に2個なんで、チョコとかバニラ系とシャーベット系を買うんですよ、僕は。絶対。絶対2個買う。ありがとうございます。冬のほ、え、なんかまだ、北海道行きたくて。いやー、生きて。ソフトクリーム。昨日、ワニさんと話してて、冬の北海道って何すんの？みたいな。雪しかないがな、みたいな。確かに。いやいや、一回雪体感しましょうよ。雪、豪雪地帯らしいっすよ、旭川って。いや、体感しましょ何します？う。うん。そこで、また牧場行ってソフトクリーム来るんですよ。結局アイスを食べるのね。いや、でも一回なんかちゃんと冬の北海道って体感はしてみたいですね。もうなんか4度とかでいすや、朝。そうっすよね。下手したらマイナスじゃないですか。嘘でしょ。寒いの苦手なのに。僕でも夏より冬が好きなんで。そうなんですか？うん。へえ。夏暑いじゃないですか。冬は？寒い。めっちゃ寒い。ゾーンのラップみたいな。夏は暑い、冬は寒い。ゾーン好き。ちょっとねえ、店舗イベント3割、遊び7割くらいで、北海道行きたい。3割も働いてもらえるなら、あ、本ぜ当ですひ。か。まあ、いつも、大体いつも3割ぐらいですけどね。ビバさんファン北海道めっちゃ多いっすよあね。あ、なんか、そう。ですね、ワニさんもでも多いと思うんですけど、ワなニかなさか、ん、まあ、言ったら、なかなか会えないですからね、まあ北海そう道っのす方っね。て。そうよね、な確んかかね、しれっと9月か10月ぐらいに、コロさんとアキさんが、に。言ってましたしれっと言ってるから、あれ？みたいな。ね。俺はみたいしれっと、テンポイベントしてんじゃんと思ったんですけど。な。またじゃあ、やり返しましょうか。コうん、ロいさやん、アいキエやいさん、や。抜きで。抜き抜きで。今地元6度でクソ寒いのに、冬の北海道行きたくねえ、死ぬ。6度。ポンさん、どこだっけ？ポンさんはブルキナファソっていうところに住んでますね。あシエラレオネで生まれたんですけど、今はブルキナファソで住んでます。聞いたことないな。初見、去年からレオパを飼い始めたのですが、質問です。ドラクエ5は誰派ですか？ レオパを飼い始めたんですけど、ドラクエ5は誰派ですか？どっち？ドラクエ、僕全然わかんないですよね。ええー。全然本当にわかんない。知識は全くない。ちょっとじゃあ、ドラクエやってないっていう、非国民を、僕は答えます。僕はもう完全にビアンカですね。あ、聞いたことある。スーファミ版ではビアンカがフローラなんですよ。フローラと結婚するといろんなお金とかアイテムもらえるんですけど、ビアンカは、まあ、王道。で、なんか、DS 版とかだと、ビアンカ、フローラ、プラス、なんか、なんだっけ、デボラ。僕やったことないんだけど、デボラっていう、
第三の選択肢が出て、奥さんの髪型に子供の髪型が 髪の色が似るんですよ。ビアンカっていうメインの人だと金髪になるし、フローラだと青の髪になる、デボラだと黒髪になるとかなんですけど、なんかメリットじゃないの結婚はね、あのもうあの出会いなの、だからビアンカ、ビアンカです、よろしくお願いします。ちょっとゲーム実況見よう。ゲーム実況ぜひ見てもらって、うん、デボラやろうって言って、デボラじゃないんで、デボラはまあじゃあまあ1回1周目はデボラでもありかもしれないけど、結局みんなで最初ビアンカになるんです。ビアンカ以外はない。私の壁は有馬さんとデューソン、デューとビバさんのサインを飾ってます。うん、みぽぽさんの家は、あ、みぽぽさんってあの、北海道でイベントすると必ず来てくださる方なんですけど、有馬さんとビバさんとデューだって、なんか、弊社だけなんかちょっとこう、継承がなかった。いいけどね、いいけど、デュー。ゲドだと言われようがデボラ姉さん、ビアンカ、え、何この癒し。ひろあきさん、ビッグループでサインいただきました。ありがとうございます。あ、すみません。なんかあの、小学生のサイン、小学生の署名みたいなサインです。すみません。俺ね、あの、サイン、みんなかっこいいじゃないですか。ラフチャンネル、アリマとか、マイナーのビバリームとか、なんかみんなかっこいいから、なんかもう買おうと思って。インスタとか見てるとたまに出るじゃないですか。ああ、サイン。サイン考えてくれる人。そう。あの1万円ぐらい考えてくれる人。あとはそのサインの練習のトレーシングペーパーみたいなの作ってくれるみたいな。買おうかな。エビアのヒロアキってカタカナかな。ちょっと悩んでます。立ちこま美穂さんはあの本当に性格悪いってことは分かりました。悪いの、俺はドラゲン5やってる人しか分かんないと思いますけど、ビアンカは一人で暮らしてるところにフローラと行くのがテンプルですよっていう、その主人公と本来結婚するであろうメインの女の子がいろいろあって不遇になって山奥で暮らしてるんですね。それを助けに行って一緒に天空の花嫁になろうみたいなゲームなんですけど、なんか多分ゲームで初めて誰と結婚するみたいな選べるあれになったんですね。で、その本来のメインヒロインにサブヒロインと結婚して会いに行くみたいな、クソゲドムーブがスクエア、エニックスか、できるようにしたんですけど、それで楽しんでる人がいるっていうね。ちょっと熱くなっちゃった。ドラクエ5一番好きだから。ドラクエってゲーム実況してる人いないんだよな。あ、そうなんですね。あんまりなんか見たことなくて。ゲーム実況。何のゲームが一番好きですか？ゲーム実況が一番好きですか？え、いや、なんかね、どのゲームというより、誰がプレイしてるか、なんですよ。そう。僕がよく見てるのは、キヨと牛沢。牛沢、キヨと。そう、トップ4っていう。そう、仲良し4人組とワイワイ。ワイワイ。なるほど。僕、ゲームはタヌカナしか知らないです。タヌカナ好きそう。あの人いいっすよね。いや、センスの塊です。そう。ちょっとね、ボコボコに、あの、ボコボコにする感じ大好き。ホビット族の、ホビット扱いしてほしい。ホビしたい。ちょっと待って、この玉木さん、キラーパンサーの名前はって言ってるけど、プックルです。ゲレゲレって言わせたいんでしょ。プックルです。何それ。ゲレゲレなわけないだろ。
あの再会をしたねパートナーにゲレゲレって名前つけないじゃん。そんなブックルです。以上です。やってないんだな。すごいね。世代ですかね。ドラクエ5って多分一番ドラクエで楽しいと思います。全然関わってこなかったですね。ベビーの時から僕は。ベビーの時から。全く関わってこずに大人になっちゃった。FF もそうですね。FF やったことあります？ない。ない。全く違う。クラウドしか知らん。知ってる。ちゃんと一番ボリュームゾーン知ってる。そうそう。キャラクターだけはやっぱ知ってるんだけど、ストーリーとか全く知らないんですよね。じゃあジェノバとかも知らない？あ、知らない。あ、そうなんですね。なんか。いや、なんかね、すごい損してるっていうのはわかるんですけど、損してんだろうなっていう気持ちはなるんだけど。履修すべきところを。あ、ほんと。いや、FF もね、なんかゲーム実況ないんですよ。あ、そうなんですか。え、じゃあ何ならあるの、ゲーム実況って。僕、一切ないんでわかんないですけど。なんだろう。スプラトゥーン。なんだろう。何だ、ゲーム実況者はエモキって人が、バリ雑言の塊です。ダメだ。ポンさんはなんかもう、性癖が歪んでるから。そうっすね。普通の人はバリ雑言好きじゃないのよ。タヌカナはジョニー・ソマリを永遠にボーボー。ジョニー・ソマリね。なんか最近また新しい、外国人迷惑 YouTuber 出てきましたね。新幹線無賃乗車みたいな。ねえ、なんか、やめてよ。やめてよと思うよね。成功法で行こうよって思って。あ、ビバさんがドラクエ5の実況したら面白いんじゃないっていう。え？マヨビバゲームズチャンネル作る？いいじゃない。2時間とかみんな見るでしょ。いやーでも多分僕ゲーム始めたらすげえ長いと思いますね。もう5時間6時間とかなんかやりすぎでやっちゃいそう。もうちょい刻んでいこうよ。やりすぎだよ。ね、夜通し。スマブラ。ビバさんはいつからヘビを飼い始めたんでしょうか。いつからだろう。もう一番最初は YouTube やってない時で、高校卒業して専門学校行って実家から離れたんですよね。その時一人暮らしになって、なんかペット飼いたいなと思ったんですけど、中学校の時にお友達がヘビ飼ってたんですよ。それこそボールパイソン。マジでボールパイソンのカリキン買ってましたね。それボールパイソンのカリキンってね、どういうこと？アディダスのナイキって言って、ちょ大丈夫か、まあ、みんな、燃えろ。アディダスのエアフォースワンって言ったよ、この人。まだね、あれだから、その人もね、ちょっといろいろヘビ全般だったから、ボールパイソンとカリキンだったんですけど、まあ、それ思い出して、ちょっとヘビ買ってみたいなと思って。一番最初コーンスネークですね。ボールじゃないですけど。そうそうそう。びっくりしたよ。入りはそこっすね。今だってなんか、びっくりした人がいっぱい発生してます。あ、そう。うん。なんかボールのカリキンに？ボールのカリキンって。ボールのカリキンって。ボールとカリキン。ボールとか。そうそうそう。俺ボールのカリキンって言った？うん。嘘だ。言ってたよ。だって言ってない。絶対言ってない。ボールとカリキンって言った。まあまあ、じゃあ、はい、どうぞ。あ。どうしよう、アーカイブ見返して。ボールのカリキンって言ってたらどう？言ってたらもう炎上ですね。もう炎上。もうこれです。ああ。ちょっとじゃあ謝罪の準備してんとな。謝罪ね。なんかでも
初動の初動が大事。初動が大事。初動が大事。頑張ります。動画残っとるからな。いやいやいや、ボールとカリキンって絶対言った。そっか。うん。あとはまあ、あの、ヤフーニュースが判断してくるでしょ。そんなわけない。え、実際どう言ってましたか、僕は。皆さん、ボールとカリキンって言ったでしょ。お、実際なんか落ち着きそうだったのにもう一回テーブルに乗せた。自分から自分からまた乗せちゃった。あー、ボールのカリキン嘘だ嘘だ取って聞こえましたか。おー、そっか。の、いやいや、もうお前ら酔っ払ってるよ。お前ら飲みすぎだよ。ほら、初動が大事、初動が大事。初動が大事。ちょっと我々ちょっとやばいかもしれないですね。まあ初動なんで、ね、ちょっと正常かと思いきや。水しか飲んでません。何度お酒飲もうよ。ちゃんと糖質が発酵した飲む飲もうよ。一緒に。いいよ。アーカイブ残るから。キノコタケノコ論争みたいになってる。ボールとカリキンだったのになぜ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 。ちょっとね、あのアイコンと被るのよ、この。ちょっとこれさ、これさ、これこれちょっとね、デザイン的にどうなの。 UI、デザインが、UI がね。なぜコーンなのか。あ、そういうこと。あー、当然多いな。じゃあ、僕の負けですかね。そうっすね。そうっすね。アディダスのエアフォースワンって言ったと思ったけど、アディダスとエアフォースワンだったかもしれません。うん、それはなんかちょっとなんか申し訳ない。あの、坊主で謝罪さざるを得ない。いやー、ちょっとなんか坊主もワンチャンちゃんと似合いそうで嫌なんですよね。似合わないでしょ。いやいやいや、わかんないっすよ。ちゃんと似合いそう。まず、うん、ちゃんと似合いそう。やだな。一緒にします坊主。ああ、そうっすね。え、坊主したことあります。坊主は小学生かな。おお、僕でもなんか10年に1回ぐらい坊主にしてて、なんか勢いでパイーンつって。ああ、そうそう、10年経ちます、前回から。じゃあそろそろ坊主。坊主ね。でもなんか本当に似合わないって言われる。そうかな、うん、いや似合うと思う。ですか。なんかすげえ受けたな。佐久間ドロップあげようかってセーター扱いされた。ホタルの墓で佐久間ドロップあげようかって言われたことがありますね。坊主は楽でいいですよ。そりゃそうだろうね。そりゃそうだろうよ。だってそりゃそうでしょう。そんな
世界で一番楽じゃん。ひろきさん坊主にしたら軍シャモに出てシャモに出てきそう。じゃあ親指で目をつぶしに行きますね。ちゃんとしてるでしょ。シャモもちゃんと履修してます。坊主にして眉毛全剃りで、でも歌舞伎町でしか生きていけないです。坊主金髪だったら似合いそう。ああ、いや絶対似合うよ。黒でもなんなら似合う。何？じゃ一緒にやります。ああ、そうっすね。そうっすね。なんかすげえ罰ゲーム感が。そう。ワニさんとかも巻き込む。ああ、いやもう全もう男子 YouTuber 全員巻き込んで坊主しましょう。すごいじゃん。もうなんかノリで。パワーやばいじゃん。ノリで権力。うん、全員の髪型を左右する権利がある。ビバさんはどこまでヒゲ伸ばすんですか？ヒゲ？髪です。髪。髪？髪か。どこまで伸ばしましょうかね。人生最長どこですか？いや今ですね。人生お今か。うん。すげえ。じゃあもう日々人生最高を更新ですね。そうですね。いけます結構なんかマンバみたいな。いやまだねこう結んだら多分上にこうパイナップルになるんですよ多分。うん。これがさもうちょっとこう後ろまでペタンってなればそれなりの髪型になるんじゃないかな。いけるでしょ。じゃあサービスタイム、はい。何全然、ほら。何これ。カリスマ美容師。言われてる。ちょんまげになる。ちょっとね、こっちも見てもらっていいですか。こっち？そう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 。ほら、で、これでここ借り上げしてたら、酒海賊なれる？LR さんの悪口やめてもらっていいですか。いや、もういけるでしょ。いけます？うん。なんかでも、違うファン層が怒りそう。怒りそう？うん。ああ、怒るか。ああ、で、そう、発生しそう。ああ。LR さんだ。ほど遠いわ。LR さんはもう本当に東京リベンジャーズの世界で生きてるんで。うん。うんとか言ってる。見るたび、もう竜田さんじゃんって思いながら見てる。ひろきさん覚えてるなんてすごい。ゆばさんも一緒に写真撮ってもらいました。でかいんですか、2人つけて。あ、北海道のみぽこさん。そう。僕、人覚えらんないんすよね。そうですね。僕もそうなんですけど、みぽこさんは覚える。でも結局、一番のお城は有馬さん。有馬さんか。そうそう。我々いつもその話なんですけど、結局みんな有馬さんのファンなんだよねっていうのを、はあ、そうみんなそう、はあ、でもなんかこういう髪型似合いそうですけどね、ビーバーさん。本当ですか。うん、こいついや多分今結んだらマジでね、ただこうなる。いや結び方よ、結び方。
こう結ぶからそうだけど。あ、前髪結ぶから。もう違う。パイナップル感やけど、武士感出しまったら。ちょっと寝起きヤシの木になっちゃう。そうね。僕、人生最長は、これぐらいですね。うそ。うん。パーマかけて、で、横全部剃ってて、こう。だって。ああ、やってそう。え？なんか、一度はやってそう。ああ、そうそうそう。一度は。一度はやってみたいって言われて、やりましたけど。そんなビーバーさん見てみたいですね。みんなこう。ギュワッつって。でもね、超楽っすよ。いや、楽ですよね。うん、今ね、今もうめちゃくちゃうーんってなってるんですけど。こう、髪切って2ヶ月ぐらい経つと、うーってなって髪切るんですよ。はいはいはい、はい。あの、いつものね、ちょっとマッシュっぽい髪型にするんですけど、それを若干なんか超えつつあるから、本当に、ちょっともうちょっと頑張って伸ばせそう。何を目指してるんだろう。いいじゃん。なんか、ま、ロン毛が楽っすね。ああ、ちょ、本当にね、一回ぐらいね、人生で一回ぐらいロン毛にはしてみたいんですよ。ロン毛パーマ2ブロックが人生で一番楽だと思う。なんかその朝起きて、はいはいはい。だいたい台風になるとわしゃーって、そこガッと縛るともう終わりだから。そう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 。うん、楽なんですよね。と思います。ほら、でも、しがほら、ビバさん、借り上げてほしいって言ってる。え？ビバさん、借り上げてほしい。あ、借り上げ？うん。借り上げ。そうですね、ちょっと、長さ残して、借り上げましょうね。そうね。いや、でも、いつもは、横と後ろは借り上げてもらってるんで、もう3ヶ月ぐらい、もう伸びきっちゃってるから、横もなんか、ね、だらしなくなってるんですけど、そうそうそう。ちょっと整えに行くか。さすがに。伸ばすとは言いつつ。明日。そうですね。美容院ってマジめんどくさくないですか？めんどくせえ。なんか本当にずっとこうやって2時間。ああ。2時間ぐらいこうやってずっと。いや、でもね、最近僕がいつも行ってる美容室の新卒、はい。新卒の子で、アシスタントですね。視聴者が。え？ガチリアル視聴者が入ってきた。マジか。うん、だから行くたびになんかその人も爬虫類とかヘビ飼ってるんでなんか飼育相談してる。髪こうやって洗いながら。あーっていうの。飼育相談してる。でもなんかその。何有名人人生って、いや、どうなんですか。そんな有名人ではないし、僕も別に自分で俺有名人だなって思ってないんで。でも一緒にさ、ほら飲みに行ってもあーみたいな。そんなことあった？あったでしょ。あったっけ？あったし、ご飯食べに行ってもあーなんかサインしてくださいとか。それはワニさんの方があったあったよ。マリさんはもうなんか道歩いてても、そうそう、ね、ご飯食べても空港でもみたいなありましたけど、ビバさんはもう飲みに行ってもなんかあれみたいな、とか、そういうこういろんなとこで認知されるのって楽しいのかしんどいのかどっちなんですか。いや、どっちでもないですね。何でもなぁ。ちょっと聞く人は間違えた。ありがとうございますって感じです、本当に。なるほどね。別に、ね、自分すごい人とも思ってないし、有名人ともそんな思ってないんで。これよ、だって、道歩いてて、あ前のこのビバリーブさんですよねって。言われ今288人見てるけど、言われたこと誰もない。あ、何々さんですよねって。それはもう有名人よ。だって、見てるから、美馬さんが。そうね、あ、前だからね、ビバリーブさんです。
言われても見てるから。そんな大したことない、大したことないよ。あるよね。大したことないよって自分で思ってるから、別にそんなこと言われても、ああでもまあ見てくれてる人、声かけてくれて、それはありがたいなって感じ。それだけっすね。じゃあ声かけていこうっていうね。お願いします。30万人以上いたらもう有名人ですよ。そんなことない。100万人いなきゃ有名人じゃない。100万人は芸能人よ。最低50万だから。俺なんか僕なんかそんなもん一般人やから。わしはじゃあまだ1万人なんでなんもない。一般人ですね。一般人です、うん。なんかどっかで超えちゃうわけでしょ。マニさんとかってもうなんかあのなんかで見たけど、吉野家でご飯食べててもネットニュースに載るみたいな。そんなことある。かわいそうっつったらあれだけど、人生変わっちゃうから。まあでも、もうもはやそれが日常だから、ああそうなんだ、もはや何とも思ってない。ああ、まあそうね。なんかそれが当たり前。確かに、なんか、ビバさんもそうだけど、ワニさんもそうだけど、なんか特殊すぎて、何でもいいよみたいな。ほんと何でも楽しめる。何でも別に、何でも別に何でもいいね。みんな違ってみんなどうでもいいみたいな。どうでもいい。みんな違ってみんないいっていう、その社会にしてこうっていう中で、みんな違ってみんなどうでもいいっていうのがすごい感じますね。で、有馬さんが言ってました。そうね、30万人だって異常よ。いや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 。しょうもない。 YouTuber で30万人だしょうもないっすよ。いやいや、だって1億人しかいないの、日本人。いやいや、50万いったらやっとちょっと生きてもいいかなってなってるんで、僕は。じゃあ行きましょう。無理。50万は無理。そっか。カフェで本物のビワさんにお会いした瞬間感動しました。いやいや。そうするよね。そんなんじゃないって。初見です。初見？嘘だ。初見のことないだろ。30万人いたら一つのしか町ができますよ。ああ、確かに。じゃあ作りますか。え、だってその市議会議員って2000票集めたら政治家になれるんですよ。じゃあ皆さん、清き一票を。絶対政治家とかできない。朝9時に出勤してくれるとかできないでしょ。あれですね、あの、寝てるやつですね。寝てるですね。おじいちゃん。いやもう本当にさ、なんか俺らの税金払って寝るんじゃねえよみたいな。もう何でもいいけど寝るなよみたいな。おっと。おっと。政治とスポーツの話はしてはいけないって。いやでもなんか最近すげえ話題になってる、秋高達市長。ちょっとあれの答弁見てすげえ面白いです。どこですか。え、ボコボコにするところ。何市秋高田市兵庫県だったかな。へえ。いや今すげえバズってますよ。へえ。めちゃめちゃおもろいです。知らん。え、その人が誰かをボコボコにしてる。そう、どうしようもないおじいちゃん議員を、おじいちゃん議員たちをボコボコにしてるんですよ。
マジ見てて超気持ちいいです。今日見ようじゃ。おじいちゃんがボコボコにされるところ見ながら寝よう。で、おじいちゃんも頑張って一致団結してこの市長に反対するぞってなってる。それでもう今バチバチになってるみたいなとこです。何県ですか？いや、多分兵庫県だったはず。兵庫県ってなんか香ばしいっすね。兵庫だったかな、どこだったかな、コメントないかな。恥吉江の人、秋高田市、兵庫県。兵庫県ってなんだっけ、あのおじいちゃん、子育てのなんちゃらかんちゃらのおじいちゃんもいましたね。明石市。あ、それでしょ。兵庫暑いな。兵庫だったかな。あ、広島だ。そう広島。ちゃうも同意。同意。うん。あれね、ちょっと答弁見てると広ゆき味があって、ちょっとね気持ちいい見てて。そっか。広島だ、そう広島だ。そうですね。なんか頑張ってほしいよね、政治。なんかこんな今はちゃめちゃなんだって思った、それ見て。議会。なんか頑張って税金を納めてるんだから上手に使ってよって思うけどね。ちゃう、せやで。せやで。ちゃう。そうだ、広島だね。広島県の。広島か。あっちの人、激しいっすかもね。おぉ。いやいやい。広島、岡山、関西。僕はだけども、ワニさんになんか政治家になってほしいなと思いますけどね。ワニさん、うん、国政に。おぉ。なんか誰かがそういう学級委員やんないと。爬虫類界隈の何もわからない人か。ルールを決めてっちゃうみたいなのがあって、あ、まあ、それはそうですね。誰かが頑張ってと思ってるんだね。で、それで言うと分母が一番大きいのがワニさんだから、あれですけど、そんなクソくだらないことにワニさんを使うのもったいないっていう回りつつ、100万票集まりますからね、使えて。いや、もうすぐですよ。なんか2000票集まったら大体市議会議員にはなるって言われるから。へえ。そんなね。僕ちょっと寝ちゃうからな。あ、でもそれは様式日。あ、そう。また寝てます。尊い。尊い。絶対許されない。おやすみ、尊い。イベントで暑いなと思った地方はありますか？僕はもう断然関西ですね。おお、関西の楽しい。神戸特に楽しい。いや、でも北海道もかな。北海道のでもイベントには行ったことないんですよね。ああ、あれ？ディレクソ？ディレクソありますけど、そのこう合同、ああ全体ね、そう北レプみたいな、あ、そうちょっとね、北海道の人期待は
なんかめちゃめちゃ期待を投げかけられてたんですけど、うん、まあ、ちょっと誰かから呼ばれない限りいけないですって言ったんですけど、そうね、イベントは本当にありすぎているのはありません。みんななんか出展してても参加者で来てても大体この人たちねみたいなのがみんな一緒って、大体この生態ラインナップねみたいな、みんな一緒っていう状況になってるからね。なんだろう、イベント自体の雰囲気って、まあ大体出てる業者さんが一緒だからどこ行っても一緒なんですけど、まあ来てくれるお客さんの雰囲気がそれぞれ違うんですけど、どうなの、北海道一回くらい行ってみてえな。北レプ、北レプ、いや北レプより DX が楽しいと思います。あ、本当ですか。まあ多分北レプ行ってはあんま変わんないと思う。いや雰囲気は多分変わんない気はするんですけどね。うん、でも会える人は絶対違うから。そっか、なんかね一回ぐらい体感はしてみたいですね。じゃあ行ってらっしゃい。あ、行ってらっしゃい。じゃあグッズ出店で。ほう、グッズか、グッズね。いやでもグッズでねそこまで行くのはやっぱ難しいんですよね。そうよね。そうそうそう。飛行機で7、8万でしょ。でホテルで一泊含めたら一泊でも10万。それを何かで回収しようって考えると、そう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 、多分合わなくねってそう、グッズだとやっぱそうなっちゃうから、うん、なかなかねやっぱものすごく遠くまではいけないですね。大変。ひろゆきさんめっちゃ酔っぱ、あのね、それは緑です。本当にもうベロが回らないぐらい酔っている。酔っているごめん。で、みんな来てほしいって、北海道。ほら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 って言ってもな。らっきょう食いたいんだけど。あ、らっきょう食べよう。これさ、なかなか難易度高いんですよね。間違いない。何に入れるか、そして何を使うか。ちょっと皿持ってくるか。家主に任せます。あの。なんか、この間も多分ライブでらっきょう食って、うめうめって食ってたからか、カフェに来てくれたお客さんがすっげーうまい一個一個舗装されたらっきょうを持ってきてくれたんです。あ、そう。一日で全部食った。いや大事に食べよう。全部食っちゃった。あとじゃあ、あの僕乳首出してくんで。いや、いや戻ったら配信終わってるとかやめてください。アカウント版。YouTube は乳首がダメだって言うから、乳首出したら、チャンネルが終わるんじゃないかなっていう、一つの時代が終わるところにみんなが同席する感じ、どうですか？酔ってんな。なんかほんと口が回んない。乳首ダメなんだ。誰でもついてるのに。そうだよね、ついてるけどダメなんだって。乳首と血がダメなのかな。だからボールの配信するときもガーッつって
噛まれて血が出るってならないように結構いつも気遣ってます。あんたたちのチャンネルはなんだよ怒られてる。あ、ひろあきさんおひさん、ひじりです。マジで、これひじりって、マジのひじり？ん？なんか、あの、僕にボールパイソンを教えてくれたひじりくんがいるかもしれない。何？ボールパイソンを教えてくれた？そうそうそう、あのボールパイソンっていうものがあるって知らなかったんですけど、あのひじりくんが、はいはいはい、初めてボールパイソンに出会わせてくれた人、そうがいるかもしれない。元気マジで。沖縄にいる、沖縄に帰るんだって言ってたけど、沖縄出身の人でひじりくん、なんかあのちょっと YouTube で言えないような話いっぱいあって。米軍とのなんちゃらかんちゃらみたいな、ハマーがなんちゃらかんちゃらみたいな話をいっぱい教えてくれたんですけど、でも本当に僕の人生のターニングポイントの人です、ね。ひじりくんがひじりしい今沖縄でボールしてます。マジで？あ、そうそう、だって沖縄でイベントやりたいって言ってたの。マジか。なんかありがとう、ボール教えてくれて。僕はもう本当ボール大好きです。だって、いじりくんいなかったら、いや、ボール、そうでしょ、ボール、ヘビじゃない。出会ってないっすよね。そうよ。マジか。乳首話からいじりくん登場。いじりくん、沖縄いるんだ、今。そっか。だから初めてボール買うときもついてきてくれたんですよね。いじりくん。僕最初にファイアフライバイボールのメス買ったんですけど、あの、いや、あの最初からそんな高いの買うべきじゃないっつって、やめとけやめとけって言ってくれて、だけど、で、うん、俺は高いの買うんだっつって買ったけど、その後もいろんな相談して助けてくれた。ひじくん、マジのひじくん？嘘、偽ひじり。じゃあもう中野に住んでないの？沖縄に住んでるの？ひじくんとコラボだ。沖縄ね。なんかでも沖縄ってか、そのまあさ、沖縄か、あの爬虫類ブリーダー、爬虫類本気でやるんだったら沖縄めっちゃいいよっていうのはみんな言いますね。あったかいの大事。すげえ。いや、そうよ。だって僕にもボールを教えてくれた人がいて、それが原因で人生がボールになっちゃったってあれだから、それはみんなあるでしょ。もう運と縁です、人生は。すごいなぁ。マジのひじくん？ちょっと待って、これひじくんだ。ここで何なんですが、来月結婚します。これはひじくん。おめでとうございます。え、あの、付き合ってるって言ってた方ですかね。
みんなお祝いしてる。でもみんなで、結婚式行こう。みんなお祝いしてる。ああ、なん、ちょ、え、な、すごい。エモい。すごいっすね。ちゃんとスクショして奥さんに見せてあげてね、ひじりくん。あんまりボールやってるってことを、なんだろう、プラスに思われてなかったはずだから。あ、ちょっと待って、重たい。前の方はボールでお別れして結婚アイテムズの方です。そっか。でも、おめでとうございます。すごいな。そうね。こっち言い方あれですけど、僕にボールを教えてくれた人がいるって おもろくない。いや、マジで。ボール買いに行こうと思うから一緒についてきてってお願いしたのがひじりくん。で、めっちゃ忙しい人なので、お無理って言うかと思ったけど、行こう行こうっつって、一緒に買いに行こうっつって。そう、だから。今もね、めっちゃ感謝しますけどね。スパチャで。スパチャでお祝い。ございます。じゃあちょっと、いつか320円お渡ししますね。ご祝儀で。多分でも、あの、YouTube で言えない面白い話めっちゃいっぱいある。いつか面白い話。うわぁ、来て。沖縄生まれ？沖縄育ちみたいな。そう。なんかもう、米軍と渡り歩くみたいな、バチバチやるみたいな、あの、強さのある人で。そう、めっちゃかっこいい、かっこいい人なんですよ。ちょっと沖縄行きましょうよ、じゃあ、とかね。行きましょうよ。沖縄行きましょうよ。元気、ひじりくん。すごいなぁ。そう、だから肘組みなかったら僕ボールやってなかったし、ボールやってなかったら竜なかったんで、うん、エモい。エモい。みんな会話してる。ガンリン結婚式来年、ぜひ。僕全部あのやりますね、じゃあの。あの、なんか司会とかやる。もう結婚に意義のある方は、うんちゃらかんちゃらみたいな。誓いますか？誓いますか？何時、健やかなるときも、やめるときも、貧しきときも、うんちゃらかんちゃら、やるよ。じゃあ練習しとくね。お願いします。そうだよね。なんか、なんか選べるつもりは本当に一切ないけど、竜なかったらボールやってない人って少なからずいると思って考えると、全部ひじりくんのせい。全部ひじりくんのせい。今ね。なんか日本のボールのうんちゃかんちゃはひじりくんのせいですね。なんか、ボールは繁殖アダルト含め、
振り切ったのはちょっとデューも意味ある。それはもちろん。あ、もうじゃあもう、あ、まあ、全部もちろん全部ひじりくんのせいです。真山さんのビバリングさんが僕も巻き込まれてますからね。ああ終わったな、まあ、損害賠償ですよ、うん、へえ。エモエモエモすげえ。へえ、僕結構初期の頃は誘ってたんですよね、あの、うーん、一緒にみたいな。うーん、うーん、沖縄でもボール頑張ろうかな。沖縄沖縄頑張ってお願いします。沖縄ナチュラルさんとバラさんにいつもお世話になってるので、そう、それも含めて頑張って。ヘビウさん沖縄行くんすか。沖縄行くんすか。うーん、じゃあコロさん誘ってコロアッキャさんと。うん、 Vlog 撮りつつね。びっくりした、あのうちのカメラ持ってって、いや、なんか言ってるなと思って、わけのわからんトンボを取ってガシャン。うん、来たよ。まあじゃあみんなエモいということで。おざーす。びっくりしました。バイ。乾杯、乾杯。楽しい。うん。何してる時が一番楽しいですか、人生で。転がりながら YouTube 見てるときかな。おちょっとうとうとしながら。なるほど。あとは寝るだけみたいな。うん、誰の YouTube？ え？誰の YouTube？ 何チャンネル見てるんですか？それはもうさっき言った。ね、トップ4とキヨと牛沢とレトルトとガッチマンとワイワイ。今日、カフェは休みだったんで、昼間マジでこう、横になりながら YouTube ずっと見てた。そしたら、ひろあきさんから、飲みたいですって LINE 来て、今度飲みたいですって LINE 来て、いいですよぜひぜひって言ったら、今日行けますかみたいな。夕方くらいに、ちなみに今日行けますかみたいな来て、ああ行けますよって言って今行けた。うん、行けちゃいましたね。うん。
何拾います？髪の毛。髪の毛か。髪の毛、一通り終わったけどね。でも、みんな気になってる。あ、そう、そんなに気になる。うん、どうすんの？これからどうすんの？だから今何なの？みたいになってる。もうちょっと頑張るよ。ん？うん。八つ橋。あ、これ。サンドイッチ。大体コメント全部そうだなと思うんですけど、一個だけわけわかんないのがあって。うん。これ、キャバ嬢の同伴みたいな。何それどういうこと？キャバ嬢の同伴みたい。この状況は？サンドイッチを食べてる状況は、うん、いいじゃないですか。いつも食べてるサンドイッチを。同伴で。そんなわけは。うめえ、サンドイッチ。リワさんへの約束の取り付け方がキャバ嬢の同伴みたいってことじゃないですか。ああ、リワさんへの今度飲みましょう。ちなみに今日行けました。そっか。じゃリワさんキャバ嬢っていう、あ、僕が、いや、ヒロアキさんでしょ、キャバ嬢は。ああ、じゃあじゃあ、キャバ嬢するんで。ひろこですね。すげえ、昭和チックな。うん。ビバさんの初期のブラッドパイソンの動画大好きで何度も見てました、うん、初期のそんな昔から見てくださってるの？ひじりさん、初期のやめろ、初期の、いや、初期の動画は自分で見ても気持ち悪いですね。え、ひろあきさんどうすか、なんか YouTube 始めたての頃の動画見てみて絶対気持ち悪いっしょ。見れないでしょ、うん、見たくない、気色悪いでしょ。ひろあきさん昔は黒髪だったんですねみたいな。あ、もう やめろもうってなる。いや、ひろあきさん初期の頃は中村さんだったんで。で、ビーバーさんね。うん、中村さんなんで。いや、初期の動画は、ほんと気持ち悪いですね。もう、非公開にしても。絶対みんな見に行く。やめて。意外と荒れてない。荒れてない。
さん、そろそろ寝ますね。ひろきくん、ビバさん、皆さん、おやすみなさい。います。おやすみなさい。再会に感謝。ひろあきさんの初期の頃のやつはモハベのやつ。モハベのやつ。なんだろう。そんなのがあるんですか。まあもう初期の見ないです。なんか。はずい。僕はでも割と初期のやつなんとなく覚えてますね。なんとなく。声がキモいってひたすら言われてきましたね。初期の頃。初期の頃。俺？僕。ああ。もうそこだけは変えらんなかったんでそのまま突っ走りましたけど。モハベの説明してくれてるやつです。へ、ね、へ、うん、今日のお値段の動画分かりやすかったです。よかったです。自分の動画？うん。なんか。ひたすら高い子を紹介するみたいな。おお。いや、いい。今となってはなんかね、落ち着きますと言われるけど、うん、でもね、初期の頃の声、自分で聞いても気持ち悪いんだって思うけど、ね、これは気持ち悪いって言われても仕方ねえなって思うけど、いや落ち着く感じ分かりますね、うん、そうですか、うん、もうこれだけは俺帰れねえわと思ってん、アサンデザゴが出てくるやつ。結局はアサンデザゴが出てくるやつ。何を言ってるのか。アサンデザゴね。究極体じゃないですか。そうす。なんか声で。コンテンツ云々を置いといて、声でクソ抜群この人みたいな、います。抜群？うん。声で。声。うん。その動画は回るとか、ちゃんと。ああ、声。まあ、全部無視して、声がいい。声めっちゃいいなって人？はい。いる。って言われるとなんかパッと出てこないですね。みんなは。いや、強いて言えば、まあ僕でもなんか同じ人、同じゲーム実況者しか見ないからあれですけど、その中で言うとやっぱ牛沢。牛沢ね、めっちゃええ。どうしてる？うん、牛沢めっちゃええ声。音じゃ。声ね。うん、そう。でも大事じゃないですか。配信。大事っすね。なんかね、意外と YouTube って音声も大事なんですよ。音質。はい。なんか声自体じゃなくて、うん、
まあ、いろんな全体兼ねての音の音質って結構大事なんですよ。弱虫くんみたいな名前の人、誰だろう、わかんない。声ね。猫おじさん。全然わからん。ひろあきさんめっちゃ眠そう。俺、ね、顔見たらわかるね。眠くないよ。嘘つけ。眠いとはないか。なんか僕意外とこのぐらいになってくると元気になる。なんだよな、それだよ、ね、だから。なんか僕だけ元気になってて、ひろあきさんが結構眠そうなんですよ。このぐらいになってくると。大体これぐらいになると、後ろでは、じゃあ次は飲みに行こうか、みたいになるんですけど、僕は眠そうで、ゆうさんは。そうそうそう。なんかね、よくわかんないですけど、僕はね、このぐらいになるとなんか山場を越えてるんですよ、もう。むしろ飲む直前の方が眠そうみたいな。だってひろあきさん、昨日もね、Y さんのと飲んだり、藤ピコさんとこ行ったりで、元気すぎるんですよ。楽しいね。あ、ワニさん、まあワニさんもイケボやからな。そうね。ひろあきさん、そろそろ何か言っちゃいけない秘密のやつとか言ってくれそう。言うよ。言っちゃうんすか。なんかビバさんのライブ見てると、ひろあきさん酔ってるとこ見れて嬉しい。いや、あの人ね、僕と飲んでるとこが絶対一番楽しいんで、めっちゃ飲むんですよ。僕と飲んでるとこが一番ね、気持ちよく酔っ払うんで。トイレ行ったかな。今バキって落とした。あ、ひろあきさんかな。急にアグレッシブなストレッチ始めるからね、ひろあきさん。ラッキョウがうまい。ビバさん酔ってなさそう。酔ってはいる。酔ってはいますよ。でもなんかそんなひろあきさんも僕もなんかめちゃくちゃ飲んでもそんなにものすごいはちゃめちゃにはなんないですからね。ビバさんにめっちゃ心許してますね。なんかね、楽しそうですよね。ああ、エンドレスラッキョ。ラッキョでもあと2粒しかないんすよ。これであと1粒。無限らっきょ編。らっきょ
マジでラッキョウめ。無限に食えるよ、マジで。ラスト。え？絶対中に詰まってるでしょ。ん？ない。セーフ。なあ、それはおもんないな。どうしよう。それは面白くないな。どうしよう。ここはさ、中に詰まらせとくのがさ、面白いんじゃないですか。あ、弊社のあれですか、なんか、充電お願いしますって言ってたんですけど、先っちょがないし、先っちょがない、詰まってないですか。ないっす。うわ、おもんな。そりゃおもんないっすよ。そこはさ、なんか、うわ、詰まってる、取れねえ、取れないもん。っていうのが面白いんじゃないですか。そうね。もう、じゃあいいや。ワイン、うま。うまワイン。ラッキョとサンドイッチ買ってきたから飲んじゃおう。え、こういう配信でもこんなにみんな見るんですか？いや、なんかそんなに多くはないっすよ。って言われてるよ。いや、だって、感覚値的に平均4、5、ああ、そんないか。ちょっといいと4、500万。で、ファーストクラッチの映しながら配信したとき、何人したと思います？この平均4、500万、まあまあよくて4、500万、今218名何人したと思います？俺はですね、忖度しないんで800。ああ、1500。ファーストクラッチ1500人配信見に来てくれました。あざす。いや、なんか、こんな配信してる場合じゃない。早く卵を。1500。まあ、過去最高でしたね。1500人も見に来てくれるんだと思って。怖いっすよね。2クラッチ目があと1週間ぐらいで発置します。はい。はい。はい。1300人は寝てしまったんですね。そうですね。ファーストクラッチワクワクした。あと1週間っすよ。そうっすね。そわそわしちゃう。うん。1週間ですよ。
もう顔出してくれないかな、マジで。パーキャッツ。本当に。切りてえ。マジで切りたい。2回目なのでビバさんの余裕を感じます。まあ、多少は余裕持ってますけど。じゃあそういう感じですかね。もうめっちゃ眠いじゃないですか。はい、そういう感じですかね。じゃあ次3軒目いきますか。レッツゴー。じゃあ3件目でまた配信します、ね。ああ、そうですね。無理でしょ。ちょ期待させないで。本当に待つ人いそうだから。いや、俺が言ったんじゃないよ。ビューさんが違う。違う、違う。3件。はい。はい。はい。バイバイ。なんでこれで通るんだ。だって今日タイトルアーですからね、今日も。ね、え、あ、お知らせしよう、お知らせ。はい。あ、まだあれかな。まあいいか。いいよな。いいよ。いいよ。実は、11月4日5日大阪に行きます。違う大阪の八重洲広場さんでイベントやります。あの、まあ僕の爬虫類カフェでとある店舗イベントがあります。ボール系のもうボール系のね。おお。なるほど。また追って告知します。あれ、デューは何もないんすか。あるよ。大阪行きます。11月4、5。本当に？はい。本当っすか。大阪の。南の方の爬虫類広場さんで。あ、店舗イベントですか。そう。おう。です。お会いできるの楽しみにします。はい。ということで、なんか、おのおの、また正式に、告知があると思います。はい。ということで、皆さん、遅くまでありがとうございました。おやすみなさーい。だね。はい、本当におやすみなさい。ありがとうございました。